どうも、フメデオです。今回ですけども、スキチケ豪遊シリーズということで、先月ね、まあ、ちゃんとしたスキチケ豪遊動画出せてなかったんで、まあ、ちょっと今回、今月はもう必ず出そうということで、もう豪快に使います。スキチケ豪快に使います。メイン夜間になります。スキル順に並べるとですね、まあ、こんな感じになって、まあ、たくさんも、スキルじゃないツムがいるんですけども、スキチケはですね、今40枚ございますよと、いうところです。はい。まあ、でもね、まだツムツムのお店屋さんとかあるし、あとは、まあ、キャンペーンでもまだ自分受け取ってないの2枚あるし、ということで、まあ、今月まだあと2枚、あ、4枚か。あとは、まあ、ピックアップもあるんで、あと5枚手に入るんで、まあ、実質今月中に手に入るのは45枚かなというところ。まあ、あと、そもそも CM でも1枚ね、ゲットしちゃってるんで、まあもうね、使いましょうか。豪快に。7月、8月大量にゲットしたし。はい。というところと、あとはですね、まあ今後出す動画なんですけども、育成の早見表、前回ね、出したんですけども、結構更新できたので、ちょっとね、またそれを出して、皆さんスキッチ系ですね、慎重に使ってもらいたいっていうところも、込めてですね、動画出しますので、まあぜひですね、チャンネル登録してもらえたらなと思います。はい。っていう、まあちょっと長い前置きすいませんでしょう。すいませんでございました。はい。で、今回はですね、もうやっぱ、キャプテンアメリカに使いましょうよ。で、このツムに使うとね、どうなるのかっていうと、なんと二度と復活しないツム。ついにスキルマすべて達成ということになります。ありがとうございます。でもこれ全部使うと、スキチケこれ、ああ、6枚しか残らない。でも使おう。使うか。いや、使うわ。あ、レベチキじゃない。危ね。ああ。使います。スキチケ34枚、ぶち込みます。いってらっしゃい。ああ。嬉しいけど。ああ。あと6枚になってしまった。ということで、初のスキル6使ってみましょうか。いや、てかスキル2使えばよかったな、どうせやったら。いやー、スキチケが。やべえ、スキチケ貧乏になってしまった、メイン夜間、ついに。いやー、まあでもこっからね、まだ一応今月は5枚手に入るんで、まあまあまあ。で、消去数は30はさすがに超えるよね。31か。弱いっすね。超プラス補正があっても弱いな。超プラス補正というか、まあ、かなりの補正がないとだいぶきついツムっすね。てか、そもそもこのツム、マイナス補正なかったっけ ?699。ああ、ないか。あってマイナス 10% とかだけど、多分ないと思います。32とかか。落ち切った状態でも32とかなんで、34か、いって34って感じかな。はいはいはい、そんな感じですね。なかなかきつい。で、ボムは巻き込みませんよという、そんな感じですね。キー40秒2000枚と。6000枚はいける？あー、やばい。使っちまうか。いやー、しくじりましたね。5000枚か。5000枚か。5000枚か。6000枚いきたいな。まあ、頑張ればいけるんでしょうけど。OK。そして大豆もありがとうございます。3000枚。いや、さすがにマジで。
5000は行きたい、5000は。でもなんか思ってたよりかは消去数多かったね。30ぐらいしかいかんかなとは思ってたけど、まあ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 いけてた。さあこれで4000枚弱と3900枚。さすがに5000はいけるか。6000はちょっと無理かもね。やばい、これマッハル貯めてフィーバーイン調整しないといけないけど、おわたで駆動、完全におわたで駆動。いやでも嬉しいなマジで。二度と復活しないツム、スキルマ全コンプリートしたのはマジででかいっすね。さあラストスキル、ギリギリ5000枚超えというところで5160枚。うん、強くはない、いやむしろ弱い方と言っても過言ではないかなと思いますけども、はい、いかがだったでしょうか。まあまあ別もね、曲作りだしかっこいいしということで、まあ持ってる方だいぶ少ないとは思いますけども、まあぜひね使ってみてください。いやーでもやっとか、あと何体なんだろう俺スキルマじゃないツム。1、2、3、4、4、5、6、6だよ。7、スキルさんがさいっぱいいるからすげえ大変だね見るの。まあ7で8、9、10、11、12、13、14、15、16、あと16体か。これハロウィンツムがねほんとセレボで復活しないんでね、そうスキルマ作るのがすげえ大変なんですけども、はい、まあとりあえず二度と復活しないツムはコンプしたので、まああとはねまたスキルチケット貯めてちょくちょく、スキルマ作って、まあいつ完成するのかは分かりませんけれども、今後もね頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひ応援して、チャンネル登録してもらえたらなと思います。ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日よ